そうですね、自分自身サーフィンを広めることや自然環境を守っていくこととか、まあそんなに大幅には活動してないですけど、でも自分なりには興味があって、でまあ新平くんもすごくそういうところに力を入れてるじゃないですか。でその新平くんに誘ってもらえたんで、何かの縁みたいな感じで、すごいタイミングよく参加したいなって思いました。ここは毎年北泉でプロの大会、ASP の大会やってるんで、それで毎年来てるんですけど、やっぱり大会で来るのとこうやってみんなでフリーで来るのでは全然感じるものも違うし、もちろん出会う人も違うし、すごい新鮮ですね、このサーフツーリズムっていう活動は僕もどんどん応援していきたいなって思いました。サーフィンってやってみなきゃ分かんないと思うんですけど、すごくパワーをもらえるというか、自然と一緒に楽しむスポーツなかなかないと思うんですよね。サッカー、野球、テニス、一般的にやられてるスポーツっていうのもすごい楽しいと思うんですけど、やっぱりここまで自然と密接に一緒に楽しめるもの、そこからまた何かを得られる自然の大事さとか、そこからもらえるエネルギーの大きさとか、そういうのってなかなか味わえないですよね。それがすごく体にとってもいいこと、人間にとってすごいいいことだと思うんです。で昔の日本は多分こんなに進んでないし、なんだろう、もっと原始的な生き方をみんなしてきたと思うんで、こう自然とエネルギーもみなぎってたと思うんですけど、最近の、まあ、悪い意味じゃないと思うんですけど、最近はやっぱ近代化が進んで忘れかけてる部分があるのかなっていうふうにすごい自分も感じてるんで、このサーフィンを通して本来持ってる人間の素晴らしさ、自然の素晴らしさを再認識っていうんですかね、させてもらいたいな。でそれをみんなに伝えていけたら、みんながハッピーになるんじゃないかなって思いますね。もちろんプロになった以上は、まあ、コンテストシーンでやっぱりチャンピオンを取りたいですね、でもそれだけじゃないと思います、やっぱりさっきも言ったけどサーフィンの楽しさを伝える役目というか、伝えられる環境にあると思うんで、それを世の中の人に広めていくことがすごい大事かなって。でもそのためには自分の地位というか、ね、コンテストで優勝したりチャンピオンを取れるぐらいのすごい人間じゃないと影響力も少ないと思うし、みんな耳を貸してくれないんでまずはそこかなって、自分の目標でもあるし、将来的にはいろんな人にこのサーフィンっていう素晴らしいスポーツを伝えていきたいです。それが方向性ですね、サーフィンのスタイル。年間通じてコンスタントに人が必ず集まる、しかもそこが場のパワーを持つような若い人たちが集まる場所っていうのが海なんだから、この海っていうものをしっかりと生かした街づくりっていうのをやっていきましょうということで、行政もその活動に可能性があるのかどうかっていうことで予算をつけてくれたんですよ。調査費用って40万円っていう形 でそれで実際に40万円の調査で実際に進めていくわけですけども、ただこういう活動を進めていくときに非常に大切なのが、
そもそも何のためにやるのかという、しっかりとした理念というものをみんなが共有できて、でみんながやっぱ納得できるものがないと活動というのはうまく続いていきませんので、でこれはよく計画の世界でも言われるんですけど、基本的にビジョンと言いますけども、ビジョンっていうものは、これも大ちゃんもものすごくいつも言ってる話なんですが、その全員が絶対にそれは正しいと思えるものじゃないといけない。で同時にそれをやるときに、活動するときに、当然いろんなコストがかかるわけだし、時間もかけなきゃいけないし、労力もかけなきゃいけないので、やってそれでも自分が得すると、やってよかったと思えるものじゃないといけない。まあ、大ちゃんの言葉を言うと、嘘か誠かで、絶対に誠の活動じゃないといけないし、損か得か、ここもすごく大事で、やっぱり得だと思える活動じゃないといけないっていう基本理念で、それと同時にその基本理念をみんなが共有することで、この活動っていうのは推進していくパワーが生まれてくる。我々がやっぱりその福島なりのサーフタウンを作りたいということであるならば、じゃあ実際にサーフタウンとしてうまくいってるところっていうのはどうなんだ、何が我々と違って、なんでそこには人が集まってみんなが素晴らしいと思っていってるのかということで、ベンチマーキングをしようということで、いろんなポイントあったと思うんですけども、市長が実際に調査して視察に行かれたのはこのハンティントンビーチですね。あともう一つのこのフロリダの方は、これはサーフタウンじゃなくてフィッシャーマンズタウンなんですよ。で必ずしもサーフィンだけじゃなくて、釣りというものだけでも街で、フロリダも両方僕行って自殺写真とかも撮ってきたんですけども、特にそのフロリダの方は街ができてまだ10年ぐらいしか経ってない。でそれまでなんか数千人規模の街だったのが、その漁業の街だったんですけど、そのパーティーボートを使ってフィッシングを楽しませるという形に変えたところ、いろんなカナダとかいろんなとか人が集まり始めて、10年で40万人の街になったっていう。でこれらもで、ハンティントンビーチなんかはもう年間訪れる客はもう1000万人近くって言われてますし、でそれをところどころに多分トラブルあるかと思いますけど、かなりマネジメントをしてしっかりと成り立たせていると。それは何が違うんだで、こういうものがで、ベンチマーキングすると同時に、やはり活動を推進させるためにはしっかりと推進させるリーダーを発掘しなきゃいけない。でそのリーダーとして熱意を持って仕事を必ずやり遂げると。で大ちゃんがいた、これはものすごく我々にとってはものすごく大きかったですね。大ちゃんが強力なリーダーシップで引っ張っていったと同時に、大ちゃん一人でじゃあできるか当然できませんので、この、ツーリズム、とりわけ全ての人がこの地域に関わる、全ての人が良かったと思える仕組みを作ろうと思ったら、単にそのサーファーだけではなくて、いろんな人たちがやっぱり関わって、いろんな人たちが意見を言える場を作っていって、でそれらの人たちにとって居心地のいい場所にしなきゃいけないということで、サーフツーリズム推進会議っていうものを、行政を事務局としてここにあるように、ドリンク会社、商工会社のような人に関わってもらって、意見交換する場を作っていったということですね。今もこれはずっと活動が続いてまして、今のサウツルーム推進会議の議長は室岡さんが